はい、と皆さんお疲れちゃんでございます。ラバルルでございます。ということで本日はですね、こちらユーロトラックシミュレーターのですね、新しい DLC トレーラーですね、はい、ティルサントレーラーパックということで、こちらティルサンっていうメーカーさんのですね、トレーラーパックがなんと出たと。10月31日なんで、つい本当に2日前ですね、はい、2日前に出たばっかりということになっております。価格は480円でございます。安い安いっすね。で、こちらですね、ニュースの方に出ております、こちらティルサンね、まあ普通にドライフレーターとカーテンサイダーとかも入ってるらしく、これカーテンかな、カーテンサイダーだねこれね、はい、まあカンパニートレーラーと、こちらのあのダンプトレーラーも入ってるっていうことですね。これ素晴らしい、あれですね、あのコンテナ乗せるやつこれもついてると。あ、これね、はいはいはい、まあ、ショートもあるんだね。すげえ、結構な種類ですなこれ。あ、そしてあれじゃない、アクセサリーもついてると。あーかわいい、あーかわいい、なるほどね。ということで、まあこれ結構前にね発表されてたんですけど、ウィッシュリスト入ってますね私ね、はい。で、こちらですね、こちらのコンテンツについてということで、ティルサンベースインターキーということで、トルコですね、トルコの会社さん、is a top producer of the high quality trailers for business、 仕事用の、トレーラー作ってる会社さんですと。で45年の、車歴があるということでございますね。クリエイティブなデザインと、なるほどね。で、先ほどご紹介したものがこちらに入っているということになっております。まあ早速買っていきましょう。はい、ということで購入完了しました。まあペーパル使ってさっくりって感じですね、はい。じゃあ早速なんですけども、ゲーム起動していきたいと思います。はい、ということでこちらの画面の方来れましたら、トレーラー購入ですね。でもこの状態でですね、もう買えるようになってるはずなので、こちらですね、ティルさん、すげえ、早速ありますね。あ、これかっこいいね、ダンプ。なんかあれですね、サイズ感としてはちょっとちっちゃい感じがしますね。これ車輪止めもちゃんとついてる。あ、これあれだ、自動でここが開くやつですね。なるほどね、これは手動なのかな、これここに開けるやつついてますもんねこれね。すげえ。でこれはアルミ補助足って書いて、ああなるほど、これか、これがアルミになると、こっちの方がかっこいいね。でカラーが黄色白グレーと、まあ黄色かな多分ね。でお待ちかねの、外装カスタム、ここははしごがついてる、ついてないね、はい。でこれなんだ、ツール、あーなるほどね、ブラシとかはしごとかがつけられると。で消火器、ツールボックス、サイドプロテクション、なるほどね。まあここら辺はデフォのやつっすね、はい。これも若干のこのスロープみたいな。あー、テールライトすごいね、テールライト結構しっかり作ってますね。さすがオブジェクトが新しいだけあるティルさんねなるほどなるほど。まあダンプはそこまでって感じですね、カスタムはね。でお次はこっち行ってみようか。これ確かね、これで全部いけるはずなんですよね。あ、いけなかったこれで選べるはずなんですけど、うん、これは多分ドライフレーターかな。あ、でもあれか、
冷蔵ついてますねこれ。まあ一番あれですね、これが真っ当というか、まあどっちかっていうとこれティルさんカラーが追加されたって感じですね。これがデフォで、あでもティルさんのやっぱベースになってんのかこれ。ほらティルさんなってますもんね、このね。なるほどなるほどなるほど。カラーはまあティルさんは1個ね。でカスタムも多分ね一緒っすね。はい、ほぼまあサイドスカートの結構種類ありますけども、けど結構あるね。え、やば、なんでこんな凝ってるんでしょう。すごい、ここもね消火器つけてね。でバックがまあやっぱり扉結構選べて、うん、やっぱりこうテールライト結構あれですね、はい、結構選べる。でクーラーね、はいはいはい、まあ保冷車ってやつですねこれね。なるほど、でお次がこちらですね。はい、これはまあ俗に言う平台ってやつかな、ね、これも特に、お、選ぶ。ちょっとなんだろう、アルミっぽいのかな、ね、あまり違いがよくわからんあ、カラーもシンプルっすね、これは。もうポリッシュカラーってことですね、これ。はいはいはい、はしごっぽいのがつけられて、消火器がつけられて、ツールボックスがつけられると、はいはい、ここもね、ここはやっぱ種類が多い、いろいろつけられるもうタイヤのねカバーつけられるということになってますね。はい、これはもうつけられますね。まあここら辺はもうほぼバニラっぽい感じ、うん、でバッグがまあ種類そこそこありますね。まあ一緒っちゃ一緒っすね。はい、ここも、まあ、一緒っすね。うん、なるほど。で次はこちら、サイドカーテンかな、これカーテンですね。はい、でシングル、カーテン種類が選べますねこれ。はい、うん、あカラー結構ある、すげえ、すごいね。まあサイドカーテン結構力入れてんのかな多分。おおで、あああれですね、一緒かな。まあこれも一緒っすね、サイドカーテン、ドライフレーターとかと同じっすね。はい、ここも消火器つけられて、サイドスカートも結構選べる。で収納ボックス、消火器、プラスチックボックスですね、これ。はい、まあカラーはこれが一番多いんじゃないね、上ティルさんカラー、ティルさんこれかっこいいね、ティルさんね。まあこれが一応あれでしょうね、ベーシックの感じですねこれ。でお次はですねこちらですね。はい、うん、シンプルシンプルっすね、これ多分の
積み荷が多分見えるようになるやつなんですよ、多分。黒。グレーか。これブラックですね。ブラック、ブルー、グレー。まあ、グレーかっこいいっすね。はい。で、カスタムは、まあ一緒っすね。消火器、サイドスカート、で、マーカーですね。はい。で、タイヤが、まあ、いつもの感じですかね。はい。で、ここもボックスつけられて、テール。はい。まあ、ほぼ一緒っすね。で、これとあともう一つがショート。これですね、ショート。あ、いいっすね、ショート。落ち着くね、なんか。ショートいいね。なんか気にしなくてもいいみたいな感じのね。一緒っすね、カラーもね。はい。ブラック、ブルー、グレーと。で、カスタムもまあ一緒っすね、これ。スペアタイヤがここ付けられて、ここが、あれですね、またボックスとかプロテクションで、で後ろがペインとか、バンパーですね、これはライト。ちょっとやっぱちっちゃくなってますね。はい。かわいい。かわいらしい。これは一緒っすね。はい。すごいね。まあ高さ高いんで一般車には使えませんけども、まあショートでそんなに振られずっていう感じですかね。はい。まあじゃあカーテンサイダー作っていきましょうか。カーテンサイダーが一番あれだと思うんで、せっかくなんでどれにしよう。これでいいか、こっちでいいか。ティルさん分かりやすいし、多分サムネこれで作るんで、多分サムネの色ということで分かりやすくやっていきましょうか。まあ今風っちゃ今風ですよね。ここら辺のこのくり抜きとかね。ただまあ残念ながら私が乗ってるのは古いシスなので、まあこういう感じがいいっすね。はい。でタイヤもいつも通りミシェランが、履けられるということですね。ミシェラン、ミシェラン履けんのいいね。はい。ミシェラン、ミシェランですね。で、ですね、クロームいける。あー、かっこいい。クロームのこれですね、これですね。あー、かっこいい。戻ってんじゃないの。これですね、かっこいいね。で、ボックス、あ、これいいっすね。はいはいはい。で、せっかくなんでティルさん入れて、こうっすね。これでいいか。で、バンパー入れて、ステッカー貼って、ちょっとボックス入れて、これでいいかな。いや、いいっすね。もうちょっと消火器つけときましょうか。こっちもボックスつけて、ボックスっすね。でここにステッカー貼って TIR ね。なんかのあれなんでしょうね。でもティルさんの TIR かな、ティールみたいなね。 OK、 じゃあこれ買ってきましょう。とそうするとですね、このような感じでティルさんつけれるようになっているということになっております。はい。タイヤ俺ランナーつけてたね。ランナーとミシェランの組み合わせ。あー、でもシス合いますね、やっぱ白だから合う。かっこいい。いいっすね。ちょっとまあ真っ白っていうよりはちょっとあれなのかな、若干使用感が入ってますね、やっぱり。ちょっとあれっすね、フォトスタジオで細かく見てみましょうか。
ね、シスは結構こう白いけど、こっち走行まで寄るとやっぱりあれですね、あのサイドカーテンなんでちょっとこう汚れつつ、カーテンのこのゴムっていうのかね、ウレタンのこのくぼみがちゃんと表現されているって考えると結構綺麗っすよねこれ。うん、すげえ、この汚れの表現すごいっすよね。うん、すげえ、後ろはだいぶ綺麗だねこれ、汚れてない。いいっすねこのテカってて、ちょっとこう青空が反射してる感じ、これ綺麗ですね。いや素晴らしい。うん、まああれですね、あのトレーラーの種類が増えるっていうことで、まあ今回ね、あの珍しくダンプトレーラーが追加できるんで、あのダンプのお仕事、そちらの方もまた使っていけると思いますんで、はい、まあお仕事がね多分あの集約されちゃって少なくなるは多少あると思うんですけど、はい、ドライフレーターとやっぱあのサイドカーテンのこちらのトレーラーの方がお仕事はやっぱいっぱい選べる、うん、っていう、まあ少し若干の制約はあると思うんですけどもね、まあ気分転換で選んでいければなと。480円なんでね、はい、480円でこのクオリティのトレーラーがゲットできるんであれば、まあだいぶお得なのかなと思います。はい、ということで本日はですね、新しい DLC コンテンツティルさんトレーラーパックご紹介いたしました。480円なんでね、はい、ぜひ皆さんチェックしてみてください。ということで、まあ参考になった方ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。まあ今後もですね、あのマップとうとうご紹介していきたいと思いますので、土曜日もね新しいマップまたご紹介していきたいと思いますので、そちらの方の動画でお会いいたしましょう。じゃあみんな愛してるぜ。